ウラジミール・クリチコ。ウラジミール・クリチコ。1976年3月25日隊は、カザフ・ソビエト社会主義共和国、セミパラチンスク、現カザフスタン、セメー出身の元プロボクサー。元、アトランタオリンピックスーパーヘビー級金メダリスト。ニックネームは、鉄追博士。元 WBC 世界ヘビー級王者で、元 WBO 世界ヘビー級王者で、 元気 F 市長のビタリ・クリチコアにいい。ウクライナ人であるが、ボクシング活動の本拠地としているドイツで絶大な人気がある。入場曲は、レッドホットチリー・ペッパーズの。テクニックとパワーを兼ね備え、ボクシングセンスと恵まれた体格で相手を圧倒する、ファイトスタイルで、ヘビー級最強の呼び声も高い。トレーナーは、多くの名チャンピオンを育てたエマニュエル・スチュワートで、 あったが死去に伴い、スチュワートの教え子で現役の選手でもある、ジョナサン・バンクスがトレーナーを引き継いだ。兄と同じく体育学で、博士、キエフ大学を持つ秀才であり、彼もまた、ドクター、博士と称されることもある。ウクライナ語、ロシア語、ドイツ語、英語の4カ国語を話し語学観音。2位、ビタリと共にプロモーション会社の、 K2 プロモーションを設立し、プロモーターとしても活動している。事実上のプロモーター活動は、トムローファーに業務を委託している。拠点にしているドイツと母国ウクライナでは、高い人気を誇る一方、その他の国では、クリッチコの試合スタイルを退屈と批判する声も、少なくない。アメリカのテレビ視聴者に試合スタイルの受けが悪く、アメリカ進出に失敗して以降、 アメリカのテレビ局 HBO とショータイムが、クリチコの試合を中継することが少なくなっている。ソ連空軍の軍人であったボロディミル・クリチコの次男として誕生。父親の不認知で生まれ、2位、ビタリと同じウクライナの国籍を持つが、ソビート連邦キルギス社会主義共和国出身の兄と、異なり、カザフスタン出身。両国が独立したため、 あと付けとして異なる国で誕生したこととなる。アマチュアボクシングでも活躍しており、14歳からボクシングの大会に出場。1995年の世界選手権は5位。1996年のヨーロッパボクシング選手権では準優勝。同年のアトランタオリンピックではウクライナ代表としてスーパーヘビー級に出場し、金メダルを獲得している。 この金メダルは、後にチャリティーオークションに出品され、100万ドルで落札された。アマチュアボクシングの戦績は134勝6敗であった。ドイツのウニベルズムボックスプロモチオンと契約を、わしプロに転向。1996年11月16日、ドイツでデビュー戦を行う。1998年2月14日、 空位の WBC インターナショナルヘビー級王座を獲得。1998年12月5日、キエフでロスビュリティと対戦するも、スタミナ配分を誤ったため11回、TKO 負けを喫し、プロ初黒防シとなった。1999年7月17日、空位の WBA インターコンチネンタルヘビー級王座を獲得。 1999年9月25日、エブ欧州ヘビー級王座を獲得。2000年10月14日、ケルンで世界初挑戦で、WBO 世界ヘビー級王者のクリスバード、アメリカと対戦。12回判定で下し、王座を獲得した。2003年3月8日、ハノーファーで、コーリー・サンダース、南アフリカと行うが、2回 TKO 負けで6度目の、 防衛に失敗し王座から陥落した。2004年4月10日、マンダレーベイイベントセンターで、トレーナーにエマニュエル・スチュワードを迎え WBO、世界ヘビー級王座決定戦を、レーモン・ブリュースター、アメリカと争い序盤に、運を奪うも5回に、TKO で敗れる。隠したと思われた相手に2戦続けて、TKO で世界戦を落としたことで、 ウラジミールの脆さが指摘されることとなった。2005年9月24日、ノンタイトル戦を2試合挟んで、ボードウォークホールでナブフ並びに、ナボ北米ヘビー級王座決定戦で、サミュエル・ピーター、ナイジェリアと対戦し12回判定で勝ちを収め、王座獲得と IBF 並びに、WBO 世界ヘビー級王座への挑戦権を獲得に成功した。 2006年4月22日、マンハイムで IBF 世界ヘビー級王者のクリスバードと約6年ぶりに再戦、7回 TKO で倒して IBF 世界ヘビー級王座を獲得。同時にマイナー団体の異ボ王座も獲得した。2006年11月11日、マディソンスクエアガーデンで29戦、全勝 22KO の戦績を持つアメリカ機体のカルビンブロック、 アメリカを7回 TKO で倒し初防衛に成功した。2007年3月10日、マンハイムにて、レイ・オースティン、アメリカを2回 KO で倒し2度目の防衛に成功した。2007年7月7日、ケルンで以前大座決定戦でダウンを奪いながら、逆転 TKO 負けを喫した、レイモングリュースターの挑戦を受け、試合序盤で左手中指を骨折しながらも、 危なげない試合運びでこれを受けた。2008年2月23日、マディソンスクエアガーデンで、WBO 世界ヘビー級王者のスルタニブラニモフ、ロシアとの統一戦で第3の判定勝利を収め、IBFWBO の2団体統一に成功した。2008年7月12日、ハンブルクで、トニー・トンプソン、アメリカと対戦し、 11回1分38秒 KO 勝ちで、IBF は5度目、WBO 初防衛に成功した。2008年後半に、アレクサンデル・ポベトキンと対戦予定だったが、ポベトキンが足首を負傷、試合はキャンセルとなった。2008年12月13日、ワンハイムで、ハシーム・ラクマン、アメリカを7回 TKO で倒し、2団体の王座ともに防衛に成功した。 2009年6月20日、ゲルゼンキルヒエンのフェルティンスアレーナで行われた防衛戦は当初、対戦が予定されたデビット兵、イギリスの背中負傷により、ルスランチャガエフ、ウズベキスタンとの対戦となった。WBA 世界ヘビー級級用王座はかけずに行われ、10回 TKO 価値を収めに団体の王座ともに防衛に成功した。 また、リングマガジン世界ヘビー級王者に認定された。なおこの試合はクリチコがウニベルズムボックス、プロモチオンから独立して、K2 プロモーションズを設立して、初の試合となった。2009年12月、エディ・チェンバースと対戦予定であったが、クリチコがトレーニング中に拳を負傷、試合は延期された。2010年3月20日、ッセルドルフのエスプリアレーナで、 エディ・チェンバース、アメリカと対戦し、12回2分55秒、TKO 勝ちで、IBF は8度目、WBO4 度目の防衛に成功した。2010年3月26日、当時は恋人だったヘイデン・パネッティアと来日、和歌山県大寺町で、イルカ漁を辞める、よう抗議活動を行った。2010年9月11日、 アレクサンデル・ポベトキンと対戦の予定だったが、ポベトキンがトレーナーのテディアトラスの指示で試合出場を辞退。2010年9月11日、フランクフルトのコメルツバンクアレーナで、前 WBC 世界ヘビー級王者サミュエル・ピーターと再戦し、10回1分22秒、TKO で IBF9 度目、WBO5 度目の防衛に成功した。 2010年12月11日、デレックチゾラとの対戦が予定されていたが、12月8日にクリチコが脇腹を負傷、試合は延期となった。2011年4月30日にデレックチゾラとの試合が再設定されていたが、同年3月4日にクリチコの脇腹の回復具合が思わしくないことから、試合中止と発表がある。しかし、翌3月5日には、 デビット兵と7月2日に対戦をすることが発表された。2011年7月2日、ハンブルクの IM テックアレーナで WBA 世界ヘビー級王者のデビット兵と2年越しの王座統一戦を行い、3から0の判定勝ちで勝利を収めた。これにより WBA IBF WBO の3団体統一王者となり、 WBC 世界ヘビー級王者のニー・ビタリと合わせて、兄弟で世界主要4団体のヘビー級王座を占めることになった。2011年12月10日、ジャンイコールマルク、モルメクと対戦予定だったが、同月5日にクリチコが人血石を除去するために入院、試合は延期された。2012年3月3日、デュッセルドルフのエスプリアレーナで、 元ジャンイコールマルクモルネク、フランスと対戦し、4回1分12秒 KO 勝ちで、WBA は初、IBF は11度目、WBO は7度目の防衛に成功した。2012年7月7日、ベルンのスタッド・ドゥ・スイス・バンクドルフで、IBF の指名挑戦者、トニー・トンプソンと4年ぶりに再戦し、6回2分56秒 TKO 勝ちで、 WBA は2度目、IBF は12度目、WBO は8度目の防衛に成功した。2012年10月25日、トレーナーのエマニュエル・スチュワートが死去。スチュワートの教え子で、現役ボクサーでもあるジョナサン・バンクスがトレーナーを引き継いだ。2012年11月10日、ハンブルクの大庭ワールドアリーナで、マリウシュバフ、ポーランドと対戦し、3から0の 判定勝ちで、WBA は3度目、IBF は13度目、WBO は9度目の防衛に成功した。バフは、試合後に、ドーピング検査で、禁止薬物の使用が発覚、出場停止処分が課せられた。2013年5月4日、マンハイムの SAP アレーナで、フランチェスコ・ピアネタ、イタリアと対戦し、6回2分52秒、TKO 勝ちで、 WBA は4度目、IBF は14度目、WBO は10度目の防衛に成功した。2013年10月5日、モスクワのオリンピックスタジアムに1万4000人の監修を集め、過去に対戦が何度か流れていた、WBA 世界ヘビー級正規王者、アレクサンデル・ポベトキン、ロシアと対戦し、3から0で判定勝ちを収め WBA は、 王座統一による5度目、IBF は15度目、WBO は11度目の防衛に成功した。2013年10月、以前から交際していた女優のヘイデン・パネッティアが、クリチコと婚約したことを正式に公表した。2014年4月26日、ドイツのノルトライン、イコールベスト・ファーレン・シュオーバーハウゼンにあるで、WBO 世界ヘビー級1位で、 WBO 指名挑戦者のアレックス・リーパイ、サモアと対戦し、5回2分5秒 TK を勝ちで、WBA は6度目、IBF は16度目、WBO は12度目の防衛に成功した。リーパイは普段、運送トラックの運転手を制御としているが、この試合に全てをかけるため、仕事を辞め、ボクシングキャリアで初めて、フルタイムでトレーニングに打ち込んでいた。 2014年9月6日、クブラトプレフと対戦する予定であったが、クリチコが試合2週間前のオーストリアで、スパーリング中に、左腕の上腕二頭筋を負傷し試合が延期された。2014年11月15日、ハンブルクの王にワールドハンブルクで、IBF 世界ヘビー級1位で、IBF 指名挑戦者のクブラトプレフ、ブルガリアと対戦し、 5回2分11秒 KO 勝ちで WBA は7度目、IBF は17度目、WBO は13度目の防衛に成功した。また、プレフが IBF 以外の団体へのタイトル認定量の支払いを拒んだため、プレフが勝利した場合には IBF 世界王座のみ獲得できる変則的な形でみが行われた。この試合はアメリカのスポーツ専門ケーブルテレビ局、 ESPN の2014年度最高 KO 試合に選出された。12月5日、WBA の2014年11月度の月間 MVP に選出された。2014年12月9日、婚約者のヘイデン・パネッティアとの間に第一子となるジョジが誕生した。2014年12月22日、2004年までの8年間トレーナーを務め、2位。 イタリの現役時代を16年間支えたフリッツ、シュドゥネクが死去。2015年4月25日、7年ぶりのアメリカ登場。マディソンスクエアガーデンで、WBA 世界ヘビー級2位の指名挑戦者、ブライアント・ジェニングス、アメリカと対戦し、10回にホールディングで減点されるも、3から0の判定勝ちを収め WBA は8度目、IBF は18度目。 WBO は14度目の防衛に成功した。2015年10月14日、婚約者のヘイデン・パネッティアがサンゴーズビオで専門施設に入院したことを公表。2015年10月24日、デュッセルドルフのエスプリアレーナで WBA 世界ヘビー級2位で WBO 世界ヘビー級1位のタイソン・フューリーと対戦予定だったが、 オーストリアでキャンプ中だったクリチコが、同年9月24日に左足を負傷し、MRI 検査の結果、左ふくらはぎの部分断裂が確認されたため、試合は延期となった。2015年11月28日、当初は同年10月24日に予定されていたが、クリチコの負傷で延期となっていた試合を、デュッセルドルフのエスプリアレーナで、WBA 世界ヘビー級2位で、 WBO 世界ヘビー級1位のイソン・フューリーと指名試合を行い、11年ぶりの黒星となる12回、0から3、2社が113から115、112から116の判定負けを喫し WBA 王座は9度目、IBF 王座は19度目、WBO 王座は15度目の防衛に失敗し、王座から陥落した。9年に及ぶ長期政権に幕を閉じた。 2016年7月9日、マンチェスター・アリーナでのタイソン・フューリーと対戦し、WBA スーパー王座、WBO 王座並びに、希望王座への8ヶ月ぶりの王座帰り先を目指す予定だったが、フューリーがロードワーク中に足首を捻挫したため延期になった。2016年8月17日、日程を再延期して、フューリーと対戦する試合交渉が進められていたが、 クリチコがフューリー陣営はサインした契約の条件の変更を何度も要求していて、それは果てしなく続いている。自分の権利の保護と再選実現のために裁判に訴えるつもりだと、大ン陣営の態度に不満を抱き、怒りは抑えきれない様子を動画にして投稿した。その後、法廷闘争等はなく、 フューリーとの再戦が同年10月29日に挙行されることが9月7日に正式に発表された。2016年9月12日、ロンドンで開かれた試合記者会見をフューリーは車が故障して携帯電話のバッテリーも切れたとして欠席。会見に出席したクリチコは10月に再戦が実現しなくても待ち続けると再戦が実現するまで待ち続けると述べた。 2016年9月23日、同年10月29日にマンチェスター・アリーナでのタイソン・フューリーと対戦し11ヶ月ぶりの WBA スーパー王座、WB 王座、イボ王座帰り先を目指す予定だったが、フューリー陣営がフューリーに戦うには健康上の問題があるとして、再び防衛戦を延期すると発表した。フューリーの関係者は、フューリーはうつ病であるとしている。 2016年10月24日、同年12月10日にマンチェスターアリーナで IBF 世界ヘビー級王者アンソニー・ジョシュアと対戦する交渉と王にワールドハンブルクでルーカス・ブラウンと WBA 世界ヘビー級王座決定戦で対戦する交渉が同時に進められていたが、この日、クリチコのふくらはぎ負傷と試合までのプロモーション期間が短いことを理由に 試合が中止になったことが発表された。クリチコ対ジョシュア戦が2017年の3月か4月に行われるかもしれないと、プロモーターのエディ・ハーンは述べている。2016年11月1日、WBA は、WBA 世界ヘビー級2位のウラジミール・クリチコが、IBF 世界ヘビー級王者のアンソニー・ジョシュアと、タイソン・フューリーの王座返上に伴う、 WBA 世界ヘビー級スーパーザ決定戦を行うことを特別に許可した。2017年4月29日、ウェンブリースタジアムで IBF 世界ヘビー級王者のアンソニー・ジョシュアと対戦し、11回2分25秒 TKO 負けを喫し、WBA スーパー王座、IBF 王座並びに、希望王座への帰り咲きに失敗した。 2017年8月3日、現役引退を表明した。試合に向けての6週間のトレーニングでは、スピードとコンディショニング強化に重点が置かれており、エクササイズやトレーニングのメニューは日によって変わる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。